どうも、浜の YouTuber 宮野です。今回はモンスト実況やっていきたいと思います。はい、ということで皆様明けましておめでとうございます。今年もねモンスト実況やっていきたいと思います。ってことでお正月ガチャが来ているのでね、そちらの方引いていきたいと思います。はい、背景もお正月仕様ですね。やっていきましょう。ってことでこちらですよ。はい、新春超獣神祭、新限定キャラソロモン追加ということで、なんと今年てかねこのバナー動くんですよね。そう、びっくりしました。で、今回の限定キャラなんですけど、まずね、新限定キャラのソロモン。このキャラが今年はね、まあ限定キャラとして追加されましたと。で、あとは、これですね、マナのお正月バージョンが、まあ進化神化来ていて、あともう一人がゴエモンですね。ゴエモンの進化神化、両方とも来てます。まあこの辺をね、中心に狙いつつやっていきたいと思います。まあただゴエモンの方はね、あの、年末のガチャで来てたんで、まあできればマナが欲しいかな。それではやっていきましょう。シングルでいきます。お正月新年一発目のガチャです。やっていきましょう。いやーね、今回10連で引けばよかったてかそう、今回10連で引くとおまけがついてくるんでね、その辺もちょっと、まあ、狙っていきたい。ってことで新年一発目トリスタン。なるほど、ごっついおっさんですね。でおまけで、おー、スピタス X。ちょっと10連でいきましょう。せっかくね、まあ、あの、オーブね、500個貯めたんで、使っていきたいと思います。いきます。この10連で多分、星玉が貯まるかな。いきましょう。いや、もう無課金でね、500連、できることなんて、そうそうないですからね。楽しんで引いていきたいと思います。500連じゃない、100連だね。うん。ってことで、星5来ましたね。これ誰だ？見たことない。そしておまけで、重心玉と重流玉もらいましたね。これ誰だ？オセロ。あ、オセロ、こんなキャラだったんだ。重心化してますよね、確か。これ、うん、こっちの方が見覚えある。オセロの進化前、何気に見たことない。まあ、でも星5ゲットできたんでよかったかな。よし、では行きましょう。お、星玉のかけら、溜まりましたね。アーサーとかも欲しいんだよね、やっぱり。アーサーだったり。まあ、あと限定じゃないとこで言うと。おう、ノストラダムス。いやー、ありがたい。これ、初ゲットです、ちなみに。これは嬉しいね。もう20連目いきましょう。ノストラダムスは限定キャラですよ。いやー、去年追加されたキャラだっけ、ノストラダムスって。2017年だっけな、今年じゃなくて、去年じゃなくて。いやー、ここに来てノストラダムスゲットできましたね。さあ、で、この20連目は、爆死と。なるほど。中心玉が、2個、3個、もらいましたね。スタミナ面必要ないな。やっぱ、重流玉が欲しいかな、やっぱり。重流玉でいいんだよね。あの、重心化できる、やつ。30連目いきましょう。さあ、まあ、ノストラダムスが出たから、まだ気は楽だが、爆死もしているので、星5引きたい。頼む！おい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 。重心玉はありがたいけど、そうじゃない。行きましょう。30連目。40連目かな。ガンガンいきます。いやー、本当はね、あの、シングルで大事に引いていきたいんですけど、やっぱおまけがあるからね。お！これ誰だ？一人目、星5。ニョルニルか？ってか。さあ、ここで止まったのは、おっと？これは、ギャラクシーじゃなくてなんだっけ？シンドバッドか。重粒玉は、来い！なあ、来ない。ってことで、ミョルニル来ましたね。進化前の、あの、画像にあんまり馴染みがないですね。で、こちらシンドバッド。このキャラは限定じゃないんですけど、まあ、モンストの一時代を築いてたキャラですね。うん。なかなか強かった。さあ、ってことで、50連目かな。これが、折り返しです。いやー、来てほしい限定キャラ。ソロモン。ソロモンとは言わずね、マナが欲しい。去年の限定キャラですけど。さあ、星4が大量に出ているが、
頼む止まれ。では行きましょう。折り返しの60連目。いやー、100連10連で引いてるとあっという間ですね。シングルだともっと大事に100回引くんでね、そりゃたくさん引けると思うんですけど、いや10連10回だとすぐ終わっちゃう。さあ折り返し60連目。お、バッハ。そしてここで止まる。果たしての、クリス、誰だこれ。さあもう一人くらい来るか。来ない。これ誰だ。水キャラ、水属性キャラ。重流弾も来ないね。てかこれはウルズ。ああ、なるほど。渋いね。でも星5は来たんですけど、なかなか渋い。いやー、てか限定キャラ、星玉のノストラダムズだけだからちょっときついぞ。頼む。やっぱ10連よりシングルのが出る気がするんだよね、やっぱり。さあてことで止まった。 OK、 来い。お、なんだこれ、これなんだ。星5感全然ないんだけど。トパーズだっけ、なんだっけこれ。遊戯王じゃないか、トパーズタイガーっぽいけど。てか、なんかビスケットもらいましたけど。ガネーシャ。なんか、某パズルゲームの方では、見覚えがあるが、ガネーシャ。聞き覚えがあるが、モンストではあまり馴染みがない。ってことで、本日2回目の星玉のかけら、行きましょう。お願いします。ここでやっぱね、出しておきたい。限定キャラ。さあ来い。おえぇ、ノーストラちゃん、ノーストラちゃん、未来全部お見通しだな。さすがでございます、ノストラダムス様。さすがでございますよ。いや、去年確かでノストラダムスってあれですよね、お正月仕様で来てましたよね。今年こんな来られても。クリスマス仕様だっけ、覚えてないんですけど。いやー、ちょっとノストラダムスこんないらないわ。かぶるね。さあ止まれ止まれ止まれ。お、ヘイムダル半金。いやー、ちょっと待って、星5かぶり多いな。半金はいらんぞ。ブリュンヒルデですね。ヘイムダルは光属性のあれだよね、鍛冶屋みたいなやつ。いやー、ちょっとだいぶ雲行き怪しいね。行きましょう、90連目。いやー、せっかく貯めたオーブ500個、こんなあっさりなくなっていいのか。90連目いきましょう。頼む。おっ、止まった。限定キャラお願い。ん、これはなんだ、サッカーやってる女の子、男の子かな。見たことないあんまり。いや、最近のキャラね、あんま詳しくないんですよね。さあ止まった、来い。のー、なんだこれ。ヴァンパイアみたいな、キャラクターですが。そして、初回収。てか、重流弾も来ないね。これは、トルマリン。あー、なんかあれか。ジュエルズ学園だっけ、とかのやつかな。で、オベロン。オベロンは、どんなんだっけ。あー、はい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 。なんか見たことある。まあでも、ここは持ってないキャラだったんでよかったかな。かぶりだと結構きつい。ってことで、無課金で貯めたオーブ500個、残り10連1回分でございます。お願いします。いやー、もうシングルでね、大事に引いた方が良かったのか、わかりませんが、行きましょう。まあ、やっぱりおまけがね、新春超重心祭は、もうめちゃくちゃいいんでね、やはり10連で引いた方が得だと思うんでね、10連で引いてますが、さあどうだ。なんだこれ。マッスル、マッスル。待つ命。頼む。止まれ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 。止まんないかい。重粒玉。はい。ってことで、これは、前田利家、アーンドマッツ。これ進化後どんな感じだっけ。あー、なんか進化してもあんまり見たことない。ですね。いやー、ってことで、
500個あったオブが21個になってしまいました。いやーきつくない？ちょっとあまりよろしくない結果だったんじゃないかなと思います。しかもだよ、重粒玉全然来なかったよね。あのおまけの重心化できるアイテム、いやーきついね。これ限定キャラで言うとノストロダムス2体だけ、厳しい。いやーカムイとかね実際持ってなかったんで、まだカムミもパンドラも、まあ、結構前の限定キャラだと思うんですけど、持ってなかったんでね、この辺が来てもいいかなと思ったんですけど、謎のノストラダムス2枚という結果でした。いやー悲しい、非常に悲しい。そうシングルだとね、パワータス X、スピタス、ヒットポータスの X しかもらえないんですよね、シングルのおまけの場合。なので10連だとおまけがいいということで10連で引いていったんですが、まあガチャの結果の方はねあまりよろしくなかったかなと思います。いやー残念だね、ほんともう残念だよ。ってことでもういや残り4回シングルで5回引いてね終わろう。最初の1回と最後の4回でね使い切りましょう。できればパータス X が欲しい。はい、これね、かわいいね、バルドルト、うん、だんだんテンションおかしくなってきて、ヒットポーダーですね、ありがとう。いやーこの結果いいのか悪いのか、限定キャラ出たっちゃ出たけどね、星玉のかけらで出たノストラダムスだけなんでね、なんとも言えない。玉竜ね、かわいいかわいい。いやーこれで2019年も始まるんですね。うん、あーね、アンタレス、うん、アンタレス、アンタレス、アンタレスね。えもう2019年のチラシがこれでいいんですか、いいんですか、いいんですか、いいんですか。はい、結局オーブ525個使って、10連を100回じゃない、10連を10回シングル5回引いていったんですけど、限定キャラ2体ノストラダムスのみという結果でした。とりあえずねちょっと今回当たった星5キャラ確認していきましょう。はい、ってことでこちらのオセロからが今回の当たったね星5キャラになります。オセロからの、左に行ってノストラダムス、ミョルニル、シンドバッド、バッハ、ウルズ、ガネーシャで、もう一体目のノストラダムスで、ブリューンヒルで、ハンキンで、これ誰だっけ、トルマリン、うん、で、オセロを、そして前田利家かなっていう、キャラのキャラになります。結局、105連かな引いて星5キャラが、13体という結果でした。まあでも確率的に言うと大体こんなもんなのかな。うん、意外と、まあでも星玉のかけら分があるからね、ちょっとまあ渋いかなという感じですかね。はい、そんな感じで今回無課金で貯めたオーブ500個でね、新春、超獣神祭引いていきましたが、まあ星5キャラ13体という結果でした。はい、そんな感じでねソロも当てられませんでしたが、またね今年もモンストのねガチャ動画などを上げていこうと思いますので、ぜひそちらの方もね、見ていただけたらなと思います。そんな感じでこの辺でこの動画終わりにしたいと思います。2019年もよろしくお願いいたします。それでは次の動画でまた会いましょう。じゃあね、バイバイ。渋い。